日本全国の戦う顔をしている皆さん、こんにちは。ポスティング制度を利用してのメジャー移籍を表明している DeNA の今永選手。コンオフの FA 市場の目玉と見られた大谷選手と山本選手の移籍先が決まり、今永選手の移籍も近いうちに決まってくるのではと見られています。 WBC の決勝で先発を任されるなど、日本球界屈指の左腕に対しあらゆる球団が興味を示しており、争奪戦になるのは間違いないでしょう。山本選手の獲得を逃した球団が今永選手獲得に舵を切るとも言われており、ここからの争奪戦に大きな注目が集まります。そんな中、大谷選手と山本選手を獲得したドジャースも獲得に動くと見られており、大きな話題に。今回の動画ではドジャースの今永選手獲得について紹介していきます。 DeNA のエースとして君臨する今永選手はセリーグを代表する左腕の一人です。今年の WBC では左のエースとしての活躍が期待され、1次ラウンドや準々決勝のイタリア戦などで好投、すると、アメリカとの決勝で先発を任されることとなりました。想像を絶するプレッシャーの中、ターナー選手に浴びたホームランによる1失点のみに抑えた今永選手は、チームの世界一に大きく貢献しました。2イニングと短い登板だったものの、昨シーズンナ・リーグで MVP を獲得したゴールドシュミット選手から三振を奪うなど、随所に能力の高さを見せた今永選手。 MLB 公式サイトのこの場面について感心させられた、現ナ・リーグ MVP を3球で抑えたと触れ、さらに日本でトップの先発投手の一人だ、獲得する MLB のチームにとっては貴重な補強になるかもしれない、先発2番手か3番手として投げる可能性があるとメジャーのローテーションに入れる投手だと評していました。178センチと決して大柄ではない今永選手ですが、140キロ台後半をコンスタントに記録するストレートと2種類の沈むボールなどを中心に組み立てる左の本格派で、メジャー各球団からの評価は高いとのこと。特にスプリットが武器になると言われており、 MLB 公式サイトは今永選手のスプリットについて、スピードは大谷より千賀のお化けフォークの方が近い、スプリットを投げる左腕は MLB では多くなく珍しい左からのスプリッターだと高く評価しています。今シーズンは打線の援護との兼ね合いもあり、7勝4敗に終わったものの、防御率 2.80 と安定したピッチングを披露しており、174三振で自身初となる最多奪三振のタイトルも獲得。納得のいくシーズンではなかったと思いますが、30歳という年齢もあり、このタイミングでのメジャー挑戦となりました。年齢もあって山本選手ほどの長期契約は難しいですが、5年程度の契約は勝ち取れると見られています。今永選手は山本選手に次ぐ位置づけとなっており、山本選手の獲得に失敗した球団が獲得に乗り出すと見られていました。ドジャース専門メディアドジャーブルーが、今永はドジャースをはじめボストンレッドソックス、シカゴカブスなどから注目されているが、山本の契約が決まるまで判断を保留する予定だと報じたように、山本選手待ちのような状況に。そんな中、12月22日に12年総額3億2500万ドルという超大型契約で山本選手がドジャースと合意したと各メディアが一斉に報道。コンオフの目玉の一人と言われた山本選手の移籍先が決まったことで、今永選手の争奪戦はさらにヒートアップしていくでしょう。レッドソックスやヤンキース、ドジャースなどが獲得に乗り出すと見られており、5球団以上の争奪戦になることは確実。代理人はウィンターリーグの時点で19団強が興味を示していると明かしていました。年平均2000万ドル規模の大型契約を手にすると見られており、今期の推定年俸1億4000万円から20倍以上の大幅昇給になると予想されています。仮に5年契約で総額1億ドル規模の契約となれば、5年総額7500万ドルでメッツと契約した千賀選手を上回る大型契約に。メジャー1年目に12勝を挙げた千賀選手を筆頭に、日本人投手が多く活躍していることや先発投手の需要が高まっていることから、今永選手が千賀選手を
上回る契約を手にするのは確実視されています。そんな中、ここに来て獲得候補の筆頭として名前が挙がっているのがドジャースです。過去10年で9度の地区優勝を果たすなど、メジャー屈指の強豪チームといえるドジャース。大谷選手と山本選手の獲得に総額1400億円ほど投じており、2020年以来となるワールドシリーズ制覇に本気なのは間違いありません。タレントが揃うドジャースですが、課題といえるのが先発投手です。通算210勝を誇るカーショー選手は今シーズン13勝をマークしたものの、オフに左肩の手術を受けており、36歳になる年齢にも不安要素があります。2021年に20勝を挙げるなど3年連続で2桁勝利を記録していたウリアス選手は DV で出場停止となり、今オフ FA に明るい材料として山本選手の獲得や、2021年に16勝を挙げたビューラー選手のトミー・ジョン手術からの復帰などがあるものの、まだまだ先発ローテーションの不安は拭えません。今年の地区シリーズでダイヤモンドバックスに3連敗を喫して敗退した際、先発したカーショー選手、ミラー選手、リン選手の3人でわずか14個のアウトしか取れず、先発陣の弱さを露呈したドジャース。悲願のワールドシリーズ制覇に向け、先発陣を少しでも厚くしておきたいはずです。その中で MLB 公式サイトによる先発投手ランキングで8位に入った今永選手は有力な候補でしょう。大谷選手への年俸が後払いになったことで資金に余裕があるはずで、5年1億ドル程度の提示は十分可能なはずです。大谷選手や山本選手といった日本人選手とプレーできる点や、温暖な気候も今永選手にとってはプラスに働くはずですが、果たしてどうなるでしょうか。ドジャースが本腰を入れて乗り出せば獲得できる可能性は十分あると考えられます。山本選手がドジャースに決まったことで、 SNS 上では今永選手のドジャース移籍を望む声が続出。次はいよいよ今永先生の番かな。争奪戦になりそう。まさか今永先生までドジャース最強タッグ実現、今永先生も獲得してしまえドジャースといったコメントが寄せられました。年内に決まる可能性もあると見られる今永選手の移籍先は果たして一体どこになるのでしょうか。どのチームに決まるにせよ、日本人選手と投げ合う可能性は十分にあるので非常に楽しみですね。年々増えていく日本人投手同士の投げ合いもあると思うので、来シーズンのメジャーリーグから目が離せません。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。